はい、皆さんこんにちは。地球がジムフィットネスメイトのヒロです。今回もご視聴そしてご筋トレありがとうございます。今日は腹直筋の上部、中部、そして気になる下腹、腹斜筋、腰回りを強烈に変えるために一緒に頑張って鍛えて理想のお腹に一歩近づきましょうね。それでは早速バチバチに追い込んで理想の体作っちゃいましょう。まずはクランチからです。しっかりと上半身を丸める丸める丸める。そして大切なことはマインドマッスルコネクションです。お腹の筋肉で体を持ち上げてるというイメージを強烈に増やしてみてください。そうすることによって筋肉の使われる量が一気に上がり、負荷が上がり、そしてお腹がバチバチに変わってきてくれます。じゃあ残り10秒間しっかりとお腹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 に意識を向けて、残り5秒、やるかやりまくるか、お好きな方をお選びください。じゃあ続いてはレッグフラッターズです。上半身猫背にした状態、お椀型にした状態で足を上下にフラフラ振っていきます。足がお腹から生えてると思ってください。そしてお腹から生えてるその足をグラグラと揺らす、そのイメージを持つことによってお腹への負荷一気に高まってきましたよね。じゃあ残り11秒間しっかりとお腹を使って、今回2分間だけなんで頑張りまくっていきましょう。じゃあ続いては斜めに丸まる、斜めに丸まるサイクルクランチです。横腹今めちゃめちゃ鍛えられて変わっていますよ。未来のあの理想の体は確実に今この一歩で近づいてます。一歩ずつ一歩ずつ確実に確実に近づいてるので、今日この瞬間の努力が全てあの理想の美しすぎる、かっこよすぎるお腹になるので頑張りまくりましょう。じゃあ残り5秒間、続いての種目でラストとなりました。ラストはクランチ、もう一度腹筋をしていきましょう。丸まる丸まる丸まる、残り25秒間、まだまだここからマジでめちゃくちゃきつくなってきましたよね。ここまでよく頑張ってきました。めちゃめちゃ頑張ってきました。なので残り15秒間、せっかくやったら最後楽しみまくっちゃってください。全力で全力で。じゃあ残り8秒間、このままお腹に意識を向けながら残り4秒間、3、2、1、 OK です。お疲れ様でした。マジでマジでお疲れ様でした。頑張った自分に大きな拍手、そしてナイスと目まくってあげてください。もしチャンネル登録はまだの方はよかったらチャンネル登録お願いいたします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。